はようございます、やらいです。今日はね、石川県の小松市に来てるんですけどね、今日は2024年の3月15日なんですけどね、明日北陸新幹線が金沢から敦賀間が延伸開業をするんですけど、その開業に伴ってブルーインパルスが建設ですよ。やったー。というわけでね、ブルーインパルス恒例のね、前日の予行があるので、それを撮影しようと思います。ちょうどね、僕が向いてる方向の方が小松基地で、カメラ向けてる向こうの方がね、小松駅になるんですけどね、まず小松空港をブルーインパルスが出発して、小松駅の上空を飛んでいきながら、新幹線の新駅の上空を順々に飛んでいって敦賀まで行く。敦賀まで行ったら福井に引き返してきて、福井駅の上空でブルーインパルスの飛行展示が行われる。その後また小松まで戻ってきて、小松でブルーインパルスの飛行展示が行われるっていう感じの流れなんですけどね、まあその一連の流れが、まあ小松周辺はね、結構いい感じに開けてる場所で見やすいかなと思ってね、ここで撮影しとこうと思います。そしてなんと今日はね、とても強力な助っ人が来てましてね、ちょっとこれから合流しようと思います。お、どうやらやってきたようです。キャンさん、はい、お久しぶりです。あ、おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。寒そうっすね。寒いよ、風が強い。しかしでもここあれっすね、なんかこの待ち時間も結構、小松空港からいろんな軍用機が飛んで、ちょっと面白いですね。軍用機も民間機も通りますよ。いや、さすが石川県民、詳しいですね。詳しいです。私なんかこんなにもいろいろ飛ぶとすごいテンション上がりますよ。なんかあれ、向こうの滑走路の方におるの何あれ、 F15 ブルーインパルス、どっち、どっちなんだい。なんかブルーインパルスなかなか飛ばないですね。地出しがうまいんだから。ちょっとあの、そのピーっていう風に編集入れなくちゃいけないような言葉を喋るのやめてもらっていいですか。
ちゃんさん、はい、ブルーインパルス撮影お疲れ様でした。いや、今井さん疲れました。どんだけ待たせるねんと。まあ、だって結局2時間ぐらい待たされましたからね。もうじらされてじらされてじらされて、これが気持ちいいんだろう。もうやっちまったな。まあというわけでね、今日は前日なんでね、明日もねポンちゃんがありますんで、それを撮影に行こうと思います。頑張ってください。キャンさんお仕事らしいんで来れないらしいんで、一人で行こうと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。